皆さん、毎度毎度。はい、動画はね、おばちゃんパーマのワインディングね。パーマ液はね、血を一本でかけちゃうね。元はかかんないで、毛先はほら、何回かかけてれば、かかりやすくなってから、まあ、毛先保護剤トリートメントつけて巻くんだけど、もう散々やってきてね、それをね。多少は変わるかもしんないけど、あんまり変わんねえのかなっていうのが本音だよね。どうよ、みんな、毛先トリートメントでつけてる人。 結局、うちなんかほら、見ての通りせっかちの性格で、もうほら、時間に追われてパーマー巻いていくじゃない忙しい時なんかね、そんなトリートメントね、も、ま、う、あ、もういいやってなっちゃうんだよね。大して、どうせ変わんねえんだからって、確かにね、そんなんでね、つけねえようになっちゃうんだよ。そうとね、つけねえでやってもね、そんな変わんないよね。仕上がり、最後、どうよ。 ま、それに関してはね、自分家でずっとかけ続けてるお客様ね。他店から来たお客様ってのはね、見た目ね、かかってなくて傷んでないように見えるんだけど、うちのやり方すると結構毛先がね、かかりすぎて傷んじゃうんだよ。それもね、何回かうちでかけて毛先切り落としちゃえば、うちのやり方ね、細めで巻いて短時間でさっと仕上げちゃう。まあ、特にね、問題なくそれで仕上がるようなんだけどね。まあ、美容師さんね、いろいろ。 この毛先へトリートメント塗るっていう特別感というか演出っていうかね、それも大事だって思う人もいるよね。だから初めてうちのお店に来たお客様ね、これはやっぱりなんかした方がいいかなって思う時あるけど、ちょっと見た感じわかんねんで傷んでんだか傷んでねんだかね。かかりやすいんだかかかりにくいんだかもわかんないしね、髪の毛初めて見て触って。はい、わけわかんない図面ね。髪の毛の全長8センチで2ヶ月おきにパーマかけてたら毛先の方にか2センチはパーマ4回目になるんだよね。 毛先4回目のさ、場所に保護剤を塗って、まあ、トリートメント系だよね。でもパーマ液ってのは染み込むわけじゃない多少薄まるかもしれないけど染み込むよね。そのトリートメント剤がパーマ液の力を減力させる成分酸性のものとかね、バッファー効果の高いものとか、そういうものが入っていれば、毛先を十分保護するけど、その薬が 本当にかけたくない部分だけついてそこに留まってればいいけどね。多分トリートメント剤は毛先に塗ってから一液かけてコーミングするんでしょそも塗り広がって薄まっちゃって何がなんだかわかんないんだよね。手間とね、経費をかけた割にはあまり効果がない場合が多いと。だからうちなんかはね、4回目の部分は当然かかりやすいから、4回目の部分はかかりすぎて OK と。で、中間部分を普通にかけて根元は緩くて OK と。 ま、よくボリューム出すときは根元をしっかりかけるんだなんてやるけど、それやると毛先痛むんだ何やっても。結局ね、細目で巻くのが一番。たださ、細目で巻くのにみんな、批判的だと思うよ。細目で巻くとチリチリになるとか、細目で巻くとおばさんパーマーだとか、いろんなこと言うんで細目で巻くとか、細目で巻けって言うと。なんか悔しくて跳ね返すんでしょその心の裏側って巻くのがめんどくさいからだろう。確かにね、忙しい時細目で巻きたくないよね。それはわかるけどね。日々のテレビさんね。 あらゆる無駄を極限にまで削ぎ落とす。削ぎ落としたいよね。太めで巻いてね。<laughs> だけどね、やっぱり、ボリューム出そうと思ったら細目で巻くしかないんでね。で、たどり着いたのがね、お年寄りの頭は6ミリでかけるが標準になったんだよね。まあ皆さんが見てお年寄りだよね。うちが言うとおばちゃんになっていくけど、ちょっとこの感覚の違いっていのはあるよね。皆さんがかけているようなおばちゃんパーマって50代だったら、8ミリ細くて、 10ミリ ?12 ミリじゃちょっと緩いかなまあ、デザインによってね、いろいろあるだろうけどね。あと、営業電話の対応日々のテレビさんあれね、電話かってきたらね、話聞くのめんどくさいから書類で送ってくださいっ,つってね、もうそのままガチャ切りしなきゃダメ。書類送ってくださいでね、引き下がるようなね、やまなね、な野郎はいないよ。こっちのね、ほんと言いたいことだけ言ってね、もうガチャ切りもうファックスで送れとかね、ふん余計なこと言わないでもうガチャ切りだよね。どんな対応でもいいんだよね。ガチャ切りするのがコツだよね。はい、お疲れ様でした。